年末に中高生、大学生だけを対象にした特別の講座をやりましたけれども、その時にね、十数人の方がいらして、まあ、楽しく授業をしたんですけども、今回ね、もうレギュラーで曜日を固定して、水曜日ですね、水曜日の19時、夜7時からは初級、8時からが中級、50分授業。で、私じゃなくて、ミレの女性講師、日本語母語の、で、ベテランの、 講師が優しく楽しくくく楽教えてくれますのでこのね動画をご覧の方は大人の方お母さん方が多いと思うんですけどもぜひお子さんに紹介してほしいんですねえこんな授業が始まるよってというのはね年末にやったその特別授業もまあほとんどがねやっぱりねお母さんの紹介で来たお子さんあるいはまあ大学で 第二外国語として勉強していたいそういう学生さんもいらしたんですけどもとにかくねお母さんの韓流の影響を受けて韓国語に興味を持って機会があればやりたいと思ってる人が大勢来ました中学生高校生はねその学校の勉強以外の勉強をするっていうことにまあちょっとした勇気がいるわけなんですねそれがねスマートフォンで簡単につながるどこかに 新たにに習いに行くとかね、今行ってる塾で精一杯なのにさらに大きな負荷がかかるとかねそんなことではどうもないんですよとスマートフォンで簡単に見れますよっていうそういうことを、まあ、お母さんの方からお子さんにあるいはその周辺の方にね教えてくださればっていうふうに思いますでその中のねある人が言ってたんですけどもやっぱりね同世代の人と勉強するのが楽しいって言ってましたね だから大人の中に混じっていくってまあそういうことも大事なことなんですけどもそうでなくて同じその若い人同士の中で、えー、学ぶことの良さっていうこともまたあるんじゃないかなと思いますそしてねもう一つ驚きは今からね、留学を目指している人がね多かったんですね。でもうね、えー、の大学2年生で留学に行くことに決めてますとかねいずれ韓国に留学したいと思ってるっていうそういう中学生がいたりね。 だからね、何かね、若い人たちの勉強の仕方がね、もう今までとはね、全然違う。留学とかね、そういうことを考えている中学生、高校生の韓国語の学習って、本当にね、伸びが早いんですよ。日本語の次にたくさん聞いてきてるんですよね、お母さんの影響で。お茶の間でいつも韓流ドラマが流れていて、で、韓国語に対する音感っていうかね、何かがね、 やっぱりね私たちとまるで違うものがあってだからスルスルって入っていくそしてまるでネイティブのような発音で本文を読めたりするんですね本当にねちょっと驚きそして感動なんですねその若い人たちが今勉強をがっているそれがスマートフォンで簡単につながりますよっていうことを皆さんのお子さんにまた周りの方に伝えてください 私も2月に入ったら映像授業ね、顔出しなしでえ韓国の初級あるいは中級をきちっと説明していく。そういう単発のね、特別じゃなくてね、レギュラーとしてある程度の分量を定期的にやるような、えそんな授業も今考えていますので、中学生、高校生、大学生。あ、そうだ。あのね、実際はね、小学生が2人来ました。 だから小学生の頃から勉強したいと思っている人がね、いっぱいいるんだっていうことも実感として感じています。だからそういう若い人たちのための授業が水曜日の夜7時、8時から始まりますので、皆さん、お子さんにぜひ紹介してください。スマートフォンでね、十分ですよ。自宅にいながら韓国語が学べる。そういうね、 世界が開かれてきたっていうことも皆さんを通してお子さんにまた周辺の方に教えてあげてくださいね。